神戸市の小学校では今日から通常授業が再開し、新1年生には神戸タータンデザインの文房具がプレゼントされました。神戸市中央区にある宮本小学校でも通常授業が再開され、およそ300人の全校児童が元気な姿で朝礼に参加しました。この学校では新型コロナウイルスの影響で4月に新1年生を歓迎する式が開かれなかったため、朝礼後にお祝いの会を開催。多くの保護者が見守る中、神戸の海の青や木々の緑をチェックで表現した神戸タータンデザインのクリアファイルと下敷きが新1年生にプレゼントされました。しましましてるところ頑張りたい。これからやっぱりもっともっと神戸以外の町にも広げていきたいなと思っておりまして、そのためにはまず神戸の皆さんに神戸タータンをよく知ってもらって、神戸を思う力というんですかね、そういうものをまず育んでいきたいなと思っております。この文房具は神戸市内の小学校に通うすべての新1年生およそ1万2000人に贈られるということです。